はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。今日もやっていきましょう。動物の森アミーボフェスティバル4月編。よいしょ。さあ、ということでですね、ちょっとまあ間が空きましたんで、少しだけなんですけど、村の建て替えをしました。ちょっとマップが変わってます、今回。はい、やっていきましょう。4月は前半にイベントが多いですけど。さあ、一人で遊ぶ OK で、さあ、これでとりあえず行って、村人 D オケラプロ。だんだんあれですよね。だんだん変人しかいなくなってきた。スタン変人しかね、いなくなってきた。あとはもう村人 D が、いいキャラになるか、悪いキャラになるか、非常に楽しみなところでございますけどもね。まあ、影薄いからな。なんか村人 D と村人 H はだいぶ影薄いですからね。ちょっとね、そろそろなんかニックネームつけたいところではある。ってことは、してかさ、あれか、4月ってことは、ちょうど半年分やったってことなのか。これで半年分になるのか、4月だからね。はい。さあ、どうなってるかですよね。アーカーロードさんだ。アーカーロードさんの司会なんですね。あ、ほら、なんかちょっとカフェとかできてるでしょ。カフェとか建てました。ようこそ、今日遊びに来てくれてありがとう。司会のカールです。よろしく。さあ、すごろくの遊び方。これさ、すごろくの遊び方知らないにしたら、どういう説明が来るのかね。逆に知ってみたくない？サイコロを振って、出た目のマスだけ進むんだよとか言われんのかね。さあ、4月1日、早速何かイベントがありそうな感じですけど、どうなんでしょうか。4月1日、エイプリルフールですから、まあ、それ、的な何がしなんじゃないかなって感じですけど、さあ、まずはオケラちゃん。どうだ？エイプリルフールのいたずらで村中がプレゼントだらけ一つ開けたら中にはベルが。エイプリルフールってそういう日でしたっけ？違うような気がするんだ。僕が知ってるエイプリルフールとちょっと違うんだけど。エイプリルフールはあれですよね。午前中だけ嘘をついてるみたいな。いつも草むすりありがとう。これは関係ないですね。これ関係ないやつですね。はい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 。さあ、ちょっとエイプリルフール系のイベント聞きたいな。これ、あれなのかな？一回しか聞けないのかな？ Go！ あー、これどうしよう。ちょっと左行くと多分エイプリルフールのネタがないんで、あといくつ？あと4だっけ？ 1、2、3、左か右か。あ、でも新しいとこ作ったんで新しいとこ行きましょうか、せっかくですから。ここまた二股に分かれましたね。昔は一本道だったっけ？覚えてないですね。うん、動画見返してください。あー、キャラメルが二人いる！なんだこれ！なんだこれ！天国！天国！あー、天国！のまんまでよかったな。キャラメルちゃん二人とか、それでよくない？別にそのままで三人で暮らそう。それでよくないか。でもよかった。なんか見知らぬ猫のさ、あれだったじゃん。柄だったじゃん。柄っていうか、マークだったじゃないですか。見知らぬって言えない。見知らぬ猫のさ、イベント起こってよかったですね。おー、なんかまあ。こう、見知らぬ猫も登場する。お前はよし。言えよ。言えよ。そこ言えよ。言わんのかい。6、いいな。だいぶあれですね。この辺の二人は、サイコロの目がいい感じ。いい感じ。さあ、この間、靴の返品ですね。靴の返品、600円。まあ、一応今んとこハッピー。あ、キャラメルちゃんが通用している。かわいいよな。1、マジ、やだやす。いいやとやす。いいやだよ。列車でお出かけ、切符がなくて、めっちゃ払わされた、ハッピーもニーヘル。わーお。せっかくキャラめっちゃ見抜いたのに。残念ですね。さあ、プロがしずえちゃんをストーキングしてくる。お、どうなんだ。あー、来てる。しずえちゃんのこと追っかけてる。通信教育で無料キャンペーン、ポジティブシンキング講座。あれだな。俺もポジティブシンキング講座受けてえな。なんかすんげえオカルトの匂いしかしないけど。もう、絶対、ダントツで、ポジティブシンキング講座受けた方がいい実況者ランキング第1でしょうね。間違いなく。夜散歩出かけたらとても月が綺麗だった。足を止めてゆっくり眺めた。月はね、割とね、望遠鏡とかで見ると、すごいこう、いろんな側面が見えていいですよ。あ、満月なのか4月3日。あ、これどうなんだろうね。月齢がさ、この実際のこう、あれと一致してるのかね。変顔、キャラメルちゃんの変顔大会。ね、2015年の4月3日ってこれ満月なんですか？ちょっと僕、
と不安な出足ですね、これね。タイムセール書き込んだら間に合わなくて定価でお買い物、さっきまで半額だったのに、もうだん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 ハッピーが減らされていく。ちょっとハッピーになろうぜ。ちょっとさ、ポジティブシンキングしてこうよ。やだよ、もう心すさんでるんだよ、スプラトゥーンで。もうスプラトゥーンで心すさんでるからさ、せめてこのゲームぐらいちょっとあ、なんこれ住宅展示場とモデルハウスの見学、どこのお家も、そこに暮らす人が幸せそう、姿が浮かんだメニューだ。へぇ。そんなイベントあるんですね。4月でモデルハウスって遅くないでも。あいなりかぐやだ。だいたい2月とかじゃないですか。だいたい4月ぐらいで、その、新しいね、その、まあ、会社なり、学校なり、行くこと、まあ、学校は大学ぐらいですけどね、一人暮らしすることになって、じゃちょっと2月ぐらいに探して、その辺が一番混むっていうか、3月とかになっちゃうともう全然、ね、もうなかったりするからっていうのはあるから。4月になってから引っ越すっていうのは、何なんだろうね。9月とかになっても、なんか半期の時に転職するの、そういう感じなのかね。なんだった ?6 スズムカードだったっけ、チラッと見えたけど。次ですね。なかなかね。なかなかね。まあ、動物の森にそんな現実的なことを入れるなんてことか。現実から逃避行したいから動物の森やってんのか。さあ、こっちはこっちすごい順調。3年前の自分から手紙を励まされてハッピー。そういうのやんなかったからな、子供の頃な。はい、頼むよ、しずえちゃん。ちょっとさすがに3年マイナスは悲しいよ。3。どっちかな。これね、まだもう一個ぐらい。今すぎた。お、あとカメラで撮ってあげて喜んで撮影台ですね。まあ、とりあえずさっきのは、一個分戻ってきたかな、ってところですかね。あのね、カフェ作って、なんか聞くところによると噂なのかどうなのかわかんないんですけど、カフェの近くで、あ、村目の名曲ができた。お上手ですねー。お上手、お上手って褒めておけばいいんですよ。さあ、最初の週終わりました。株取引ハッピー。ベルはちなみに誰が一番持ってるんでしょうね。見てなかったですね。そう、あんまりベル、ハッピーがこう、出たり入ったりしてたから、ないですけど、さあ、あー、オケラちゃんがトップ。さあ、88ベルか。全然買えない。あ、でもまあまあまあ、10株だったらワンチャンス。よかったね、60。結構ギリギリだったね。日本を前取り。あ、誰お前キモ、あ、なんだよ、誰だよ、ピョッタロー。やあみんな、こんにちはー。春を知らせに来たラッキーバディのピョッタローだよー。イェーイ、アチュー。卵を探そう、卵を伸ばして拾えるぞ。いくつ拾える、いくつ拾える、たくさん拾ってハッピーになろう。BGM が、あれですね。なんか、陽気な感じだったね。陽気って言うとか、銀の卵。やったー、卵6個、6ハッピー。何それ。すっごい大事なイベントじゃないこれ。やばい、3出されたらまずい。3出されたらこれ、60ハッピーとかしない。5、危ない。1、2、3。ちょ、わかんない。だから金かもしんない。金の卵を略して、あ、銀の卵。銀の卵を略したら金玉だな。は?あ!もうこれは、行くしかないな。6あるだろ。ある。パッチ。必死のパッチ頼むぞ。召喚、必死のパッチ。このカードの効果により、6が出やすくなる。いでよ、必死のパッチ。おら!今こっちかな。11個。20の同じマスでそんなに差がある。マジで言ってんの、パッチ解雇だマジで。新しいアミーボカード買ったらさ、解雇だわマジで。なーにそれ、はぁ、通常マスの方がもらえ、ちょ、そんななしでしょうよ。完全に運ゲーじゃん。楽しくねえや、ハッピーじゃねえや。二度と会いません。もう4月二度とやりません、僕。頭にきらんで。
もう彼はもうこれで最後です。僕の実況動画シリーズに。動物の森の新作が出てきても彼のイベントだけ僕はカットします。もう彼の姿を僕の実況動画中で見ることは一生ないです。残念ながら。さようなら。名前を忘れた。もう名前すら忘れた。なんだったっけ、うさ、ぴょん、ぴょん太郎、ぴょん太郎、ゆで太郎でいいよ、お前。お前の名前は今日からゆで太郎。ゆであげてやるわ。アウトレットとはいえ、悔しい。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 でも、それでいい。あ、いいな、164。美味しいフルーツがなってる木見つけた、揺すって取ってきたジュースにした。これ何これ？パパイヤ。え、パ、な、何これ？あんなフルーツパパイ、パパイヤ、パパイヤ、わかんねえ。はい。はい、もうちょっと。あー、もうダメだ今日。あー、もうダメだ、終わった。あ、終わった、終わった。もう、どう森も終わった。手紙出して、どっかで落としちゃったみたいに気持ち込めて書いたのに。終わった。もうペイコちゃんすごい不思議な顔してるよね。これさ、ちなみに左側行けますよね。左側行けると思って俺来てるんだけど、まあ140、145だからまだいいでしょう。でもなんか落ちそうだよね。加工型なりそうじゃないですか、雰囲気的に。もうだんだんそういう空気醸し出してる感がある。おお、あ、これが喫茶店のイベントかな。これ高いコーヒー頼んだらいつもより味わい深い気がした。マスター、あのマスターには僕は会ったことないですから。ええ。あのマスターなんて名前なんですか。そういうイベントが。あ！やっぱさ、プレイヤーのあれに連動してんのかな？なんか負けてるときは株価アップになるけどね。ありがたい。久々に株価アップ引きました。正直、オケラちゃんがめっちゃお金持って、あ、株持ってるんで、ちょっとそこにやられる感が半端ないですけど。お、そんなこと言っていたらフォーチュンクッキーを食べる。フォーチュンクッキーはあんまりね。あ。この辺がね、この辺はやっぱね、あ、ゼロってどうなんだろう。ゼロの状態で迎えると、いや、無一文な分には、いや、無一文は割と余ってる。あ、すごい！カフェのアルバイト、テイスティングのイベントお手伝い、働きつつも勉強になった一石二鳥。おしゃれ気取ってんのかよ。あれだな、トッティだな、お前。お前トッティだな。トッティ、お友達？だ。天才的だな、今日のしずちゃん。かわいい !320。あれなんだな、お花に、お花に関してはもう借金しても、借金とか関係ねえの、しずちゃん。悲しくなってきたから。お金にだらしない女性はダメですね。マジでね。俺がマジで超ケチだから。喜んでねえよ、別に。洗濯ぐらい自分でやるわ。なんだよ、洗濯のプロかなんか、クリーニング屋さんかなんかなのか、お前は。マジで。あ、流れ星！さっきなりかけやですね。いやー、これはちょっと序盤からかなり苦しい展開で、しかもイベント的にはもうあと1個ぐらいでしょ。あの釣りイベントぐらいしかないんで。誕生日イベントとかあるかな。あ、ばったり会っていく。4月の住人はいるか、いな、いっぽいね。いや、ちょっとさ、なんなのお前たち。めっちゃいいムードじゃん。お金もらってハッピーで、ずっと仲良く2人で歩いて。さすがトッティだね。さあ、トッティだわ。お、自ら突っ込んでいく。スタンプの方が大事。豚の貯金箱、とうとう咲いた青いバラ店。募金をしていく。おい、100円でね。俺募金したぜ、どうやっていうやつね。ちょっともうさ、しずえちゃん、ちょっとそろそろ頼むよ、しずえちゃん。もう全然進めな。はい。あ、流星群が襲いがか、このしずえちゃんの顔ね。金欠を嘆いていたことを、王子様に見抜かれちゃったのかな？少な。出会い目っぽい雰囲気醸し出してこんな程度かよっていう。184。左ルート回っていくつもりなので、これは行きましょうか。全部打っちゃいます。はい。あっ、あっ、あ、わ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 、間違えた。間違えたよ。間違えたよ。
でもなんか借金しそうな空気プンプンだから別にいいかなってちょっと思ってるよ、正直な話。俺嫌な予感がし始めたのよ。今回のスタンプすげえ嫌な予感なんだけど。あ、ブロガーだ。ブロガー、アフィリエイトだ。ブッブッブー！なんでブロガーはあの BGM なんですか？あ、結局誰も稲荷かぐやに止まらないっていうね。さらっと流れていった。さあ、雨だ。雨が降ってきた。雨が降ってくると雨のイベントも起こりやすい。ロック。すごい。めっちゃ早いな、この二人。ただ俺一個もスタンプ取ってないんだけど。早起きは3問の得、300で。流星群から降ってきたお金と、早起きは3問の得一緒なの。多分あれだろうな。落ちてたんだろうな、着物よりな。それはギャローが撒いた300ベルだよ。ちょっとハマってるんだよ。ちょいちょい今日 M1 のネタ多い。ちょいちょいあるわ。まあちょっとその都度言ってくわ。はい。あーやっと6とか出た、今更か。よし、1,2,3,4。いやーもうでもさすがにスタンプ押していかないと、もうちょっとさすがに間に合わないですね。はい。魚影でも逃げられちゃったマイナー1。まあいいでしょう。ちょっとイースターでなー、やられちゃったからもうそれ以上結構厳しいですね。間に合うかな。4月9までにスタンプ1個も押せてないって多分初めてですよね。ここまで、右下まで来なきゃいけないんですよね。はい、落とし穴。はい、やったぜ。落とし穴のため大好き。地下室にコレクションするのが俺の楽しみ。地下室はジオラマ派と、お金派と、ほう！これは、面白いんじゃないですか、これ。326とかありますよ。ワンチャンス。あ、しかもそれあれですよね。オケラちゃんがいるマス、だいぶ、止まりやすいマスなんじゃないですか、こっちからすると。ですよね、ですよね。6とかかな。6はもうないかな。もうあと2、2345。2345ですね。あ、またばったり会いましたね。お、浜辺で一緒に海釣り、たとえ、結果坊主だったけど、おしゃべり。女の子だね。まあ、違いなく女の子だね。結果が坊主だった。俺はずっとね、下向いて帰る。ずーん。はぁ、ため息がついて。虹、はぁ、虹の方が200ベル多いんだから。何それ、流星群、流星群ですよ。あ、5か。あ、5使う。カード発動！ククこのククのカードにより、5が出やすくなる。入れよクク。出れないんだった、そうだった。辛すぎる。辛いです。ペッタ。と、1個目だわ、これ。これ、負け。わー、かなり負け濃厚だろう。わー、やば。ひどすぎる。劇団初公演赤字350。ひどいね。これさ、10ターンあって、マイナスの方が多いってすごいよ。プラスの方、だってプラスもあるし、イベントマスも多いしさ。なかなか、クイズ番組のパネラー募集当選して生放送収録で優勝は逃したやつだみたいな。あ、左側のね、ネズミ、俺あれだよ。あの、64の頃に村人だった一瞬。逃げられたけど。逃げられたけど。途中で、誰かさんと入れ替わりになってさすが。どうもどうも、ズビビズビビ、魚釣りズビビ、よろしくズビビ、よろしくね。ズビビ、ズビビ。似てるかもしれない。ズビビ。よろしく、釣りやってね、ズビビズビビ。6。さあ、銀の釣りマス。すごいな、金の釣りマスで280。カレー54。やっぱ海はつい。まあでも6500で済んだと思えばだね。逆にね。そう、次、そうそう、だから、釣り大会で優勝すればいいだけの話。さあ、海釣り。おいかわ。15センチ。50いくつって結構辛いな。さあ。うわ、これ5か6ですよね。5か6以外ありえないですね。5だったら優勝、6だったら、株だ。しずえちゃんいけ！ 1 もいいぞ！ 1 もあり！ 1 も。お、まあ、釣り大会優勝できなかったけど株はある程度なんでお金は確保できた。はい。
金魚、はい、かわいいやっぴー。はい、10センチ。あれ、10センチってどうだったっけ？おいかは何センチでしたっけ？ 15 だったっけ？負けましたね。あ、でも、ハッピー的にはあれなのかな？ 5 の方が良かったね。でも、次のターンが株だから、一応お金は確保してた方がいいのかな？どっちがいいですかね？あ、結構魚影でかいよ。あ、これは何ですか？これ見たことない。ニジマス、62！ プロ。まさか。あれ、プロって一回、勝ったことあるよね？釣り大会、確か。そうですよね。いやー、今日はやばいぞ、これ。第3位は、15センチ、及川を釣った、トッティー。第2位は、オケラを釣った、カレイちゃーん。あ、逆。逆。そして、プロですか。プロ2勝目かな。プロ2勝目って。ゴルフかよ。プロツアー2勝目です。プロ選手はツアー2勝目です。10センチの金魚を釣った鈴江さん。はい。まあ、私服なんで、許してください。フォローされてください。ぜひとも。それでは参加者の皆さんにおいてハッピーあげます。ズビビー。ズビビー、ズビビー。勝てなくないかな。大丈夫かな。盛大な拍手で、バイバーイ。もう、しずえちゃんだけ握手してない。おい、見てしまった、今の。しずえちゃんはもう気に入ってないね、全くね。さあ、4月12日。この辺で、じゃあ、ちょっと一体動画切って、また次のパート行きましょうか。カブイバーさーん。いくらですか ?81。安いっすね。これは逆転の違いがあるんじゃないかこれは。60。まあ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 、マス目にどう止まれるか次第ですかね。はーい。ということで、じゃあまずは4月編1パート目、このあたりで終わりにしたいと思います。果たして次回逆転することはできるのか？ハッピーが全くたまらない状況、そしてスタンプは押すことができるのか？お楽しみにー。なんだこれ？ニモー！ニモー！ああ、まだ終わってなかった。まだ終わってなかった。まだ終わってなかった。2番目だ。2番目だと思ってた。あ、上のルート行ったよ。もう上のルート行きましたよ。迂回ルート。のみ、のみ。のみ。バイバーイ。